皆さんこんにちは。今回はこちらの麻ひもとラフィアの松編みポーチバッグですねを編みましたのでご紹介させていただきます。こちらはここは本体の松編みで、ここは麻ひもで編んでます。で、紐通しを作って、最後ここは松編みで終わってます。で、持ち手がこんな感じでシェルの持ち手になってます。で、準備するものなんですけども、こちら15センチの板底、こちらを使いました。こちらのがない方は、6の倍数でいいので、6の作り目で、まあ、10か11ラウンドぐらいで編んでいってください。で、こちら2個、長いのと短いの作られる方は4個で、こちらがエンドカップなんですけども、巾着とかの紐の最後につけるこちらの方、今回はブロンズカラーで全部準備してます。 T 管か丸管、金具を使用したんですけども、こちらがある方はこちらでもいいと思います。ない方は丸管か D 管 でこのエンドカップがない方はビーズなんかを最後に、ね、留めてもいいと思います。今回はちょっと逆の色にしていきますので、下の部分は黒の麻ひもで、こちらラフィアなんですけども、こういう感じのくるくるとなったラフィアなんですけども、こちらを使用していきたいと思います。麻ひもの部分は 4mm 6号針を使用して、松編みのところは 3.5 mm を使用していきたいと思います。こちら同じコースで編んだら、ちょっとここの上の部分が膨らむ感じになってしまったので、今回は1段下げて松編みのところは編んでいきたいと思います。マーカー1つ、とじ針1つという感じで用意していきます。はい、ではそこから編んでいきたいと思います。で、今こちら15センチの底板なんですけど、45目穴が開いています。なので 2目ずつ入れていって90目にして6の倍数にしていきます。最初4ミリを使用して編んでいきます。立ち上がり1目、立ち上がりにマーカーをつけておきます。はい、であと2目ずつぐるっと編んでいきます。はい、そうしましたら最初に印をつけたところ、このまま筋編みをしていきます。はい、で印をつけて一周ぐるっと筋編みをしていってください。次からちょっとだけ変わり編みというか変わった細編みをしていきます。まずですね、最後の目のここに入れて、で細編み、これだけです。で印をつけます。はい、そしたらまた最後のループに通して細編み、ちょっとだけ変わった細編みになります。ここに通して、細編みする編み方なんですけども、こういうような編み地になります。こんな感じ。はい、じゃあ今5段編んできました。で、次の段から松編み、模様編みに入りますので、ここで糸をカットします。
1個手前でカットして、はい、針に糸を通して中のついたところに表から針を入れます。最初の目に通します、はい、あとは糸処理をしてください。では 3.5 ミリに変えて三つ編みをしていきたいと思います。立ち上がり1、まず細編みをします。はい、そうしましたら2目飛ばして、まあ皆さんね、松編みもう、ね、いろんな方もあげてますし簡単なので皆さんもお分かりだと思いますけども、5回長編みを入れていきます。2目飛ばして6目、そしたら2目飛ばして長編みを5回同じところに入れます。はい、では最後の松編みをしたら細編みしたところに引き抜きをします。はい、引き抜きをします。はい、はい、次2段目は1、2、3、鎖編み3したらここに2目長編みを入れます。で次2目飛ばして松編みの一番てっぺんのところに細編みを入れます。はい、で次細編みに長編みを5目、ちょっとね伸ばしてあげると形のいい長編みになります。はい、で一番トップのところに細編み、細編みのところに三つ編み長編み5目を入れていきます。はい、で最後松編み1つしたら最後の松編みのてっぺんに細編みを入れて、そしたらここに2つ長編みを入れます。そしたら1、2、3目目に引き抜き編みをします。
でまた1段目立ち編み1段目を編んでいきます。立ち上がり止めしたらここに細編みをして、でここの前段の細編みに松編みを入れます。長編みを5目。はい、では今12段編んできました。で、これで終わりたいと思います。で今大きさは松編みの部分が13センチで、全部合わせると18センチぐらいになってます。はい、で、あと細編みをしてここに紐を通すためにスペースのある長編みをして、また細編みで上は小さめシェルで仕上げてます。なのでまずここを1周細編み2段編んで、長編み2段で小さいシェルで本体は完成です。はい、ただぐるっと一周細編みをまず2段していってください。はい、じゃあ次紐を通すスペースを編みますので、長編みと鎖編み1目で編んでいきます。なので長編み、まず立ち上がり長編みとプラス鎖1目で、次の目飛ばして、はい、で鎖1、次の目飛ばして、長編み鎖1、はい、最後はでちょっと数が合わないとき、ここにももう一つ長編みを入れて、で鎖、あ、引き抜き編み、はい、で次また細編みを2段編んでいきますので、まず鎖1をして、鎖編みのところに細編み1、長編みのところに細編み1。はい、じゃあ今細編み2段編み終わってきました。で今90目あります。で最後なんですけども、こちらの小さい中長編み3目のシェルでトップを終わらせたいと思います。中長編みなので、まず立ち上がり2目中長編みを同じところに2回入れます。はい、で1個飛ばして細編み、はい、で1個飛ばして中長編みを3目、飛ばして細編み、1個飛ばして中長編み3目。はい、じゃあ最後中長編みのシェルの後1目飛ばして細編みをして、あとはここに最初のシェルに引き抜き編みをします。これで本体は終了です。であとはカットして糸処理をしてください。長さ23センチですね。はい、細編みして、もうあとは引き抜き編みでターンします。大体の目安で真ん中、
針に糸を通してここ真ん中ザクザク縫っていきます。はい、ではそしたら通していきます。こんな感じです。じゃあ次、持ち手を編んでいきたいと思います。引き抜いて、で鎖1をしたら立ち上がり3、一目飛ばしてこの真ん中に長編み1、2、はい、鎖1、同じところに1、2回長編みを入れます。最後の目に長編みで、よいしょ、はい、で1、2、3、繰り返してこの鎖のところに長編み2回、鎖1、長編み2回、はい、で先ほどの 1,2,3 目目の頭に長編みで1,2,3。はい、ではこのくらい編んできました。でちょっとキューッと伸ばしてあげると綺麗になりますので、キューッと伸ばしてあげて、最後は鎖編みを1回してここに編みつけていきます。はい、あとは糸処理をして持ち手が完成します。はい、それではこんな感じで引っ掛けて、はい、持ち手が完成しました。こう手で持つような感じの短いのと、肩からかけるような長いの、つけて、あとはタグなんかもつけると可愛いかなと思います。でフラッグの方はこんな感じ、簡単で可愛いかなと思いますので、皆さんもよかったら編んでみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。